やあみんな今日は政府の数の掛け算を勉強していくよじゃーん今日はこのスーパー掛け算区を使って説明していくよとりあえずはこの右下部分に注目してくれこの部分は小学校で勉強する掛け算区と同じだよ上から順に1の段2の段3の段数字を埋めるとこうなるねではスーパー掛け算区の左上部分も埋めていこう まずこの十字の部分は 0× 何とかとか何とか ×0 という形だから全て答えは0になるではそれ以外の部分例えばこの左下の部分を埋めてみようかちょっと拡大するよこの行は1の段すなわち 1× 何とかの形の計算が並んでいるんだよ全部 1× 何とかの形に確かになっているよねこの左側の部分もそうだではこの左側の部分の計算はどのように決めたらいいかなマイナスの数が入っているよ この話に限らずなんだけど数学で新しい種類の計算が出てくるときというのは今までの計算をうまく拡張してつまり空気を読んで計算を決めていくというのがお決まりだ。あの、のマイナスの数なんですけど、ちょっとこれから掛け算お願いします。お、お前が死ぬか我々のルールにしっかり従ってもらうぞ。とこんな感じだね。 ですでに埋まっている部分を参考にして空気を読んで穴を埋めていこうこの表は左に1つ進むたびに1つ数が小さくなっていることがわかるねこれをマイナス1と書いておくよそうするとこの左側の部分もマイナス1ずつ変化すると考えるのが自然じゃないかなそうすると0から1つずつ小さくしてマイナス1マイナス2マイナス3というふうに表が埋まっていくね下の段も同じ要領で考えていくことができるよ この段は -2 ずつ変化しているから -2-4-6 というふうに表が埋まっていくね。一番下の段は -3 ずつ変化していくからこんなふうに表が埋まるね。では縦についても同じように考えていくよ。この列は3210と -1 ずつ変化しているから -1-2-3 が入る。この列は6420と マイナス2ずつ変化しているからマイナス2マイナス4マイナス6が入るこの列はマイナス3ずつ変化しているからこんな感じだねでは左上のエリアにも進出していこうこの列についてはマイナス3マイナス2マイナス10とプラス1ずつ変化しているということを考えると0の上は123が入るこの列についてはプラス2ずつ変化しているから246が入る 同様にこの列についてはプラス3ずつ変化で9が入る。こうしてスーパー掛け算区の表が全て埋まったではここからは符号に注目して計算結果を整理していこう右上と左下のエリアはプラスの数とマイナスの数の掛け算だ答えはマイナスになっている一方の右下と左上のエリアでは同じ符号同士をかけて答えはプラスになっている以上のことを具体的な計算で確認してみよう プラスの数を三つかけたときはプラスかけるプラスはプラス、そしてその結果にまたプラスの数をかけるから答えはプラスだ。まあそんな風にごちゃごちゃ言わなくてもプラスの数しかないんだから答えはプラスだと整理しておけばいいよね。続いてマイナスの数が一つだけ出てる場合について考えよう。この場合はプラスかけるプラスがプラス、そしてその結果にマイナスの数をかけるから答えはマイナスだ。要するにマイナスの数が一つしか出ていない場合については答えはマイナスになる。 ももちろんマイナスのはどここにあって同じとだ。続いてマイナスが2つ出ている場合この場合マイナス×マイナスがプラスになってプラス×プラスで答えはプラスつまりマイナスが2か所出ている場合については答えの符号はプラスになるということだね最後にマイナスの数が3つある場合についてはこれはマイナス×マイナスでプラスそれにマイナスをかけるから答えはマイナス要するに3つマイナスが出ている場合は答えの符号はマイナスになるということだ 今回、マイナスの数は2箇所出ているので、答えの符号はプラスだ。符号が決まったら、あとは掛け算するだけだ。マイナス2の右肩にある小さい3という数字の意味はわかるかなこれは3乗と呼んで、マイナス2を3回かけるという意味だ。3をかけることとは意味が違うから気をつけてね。 マイナス2を3回かけるということはマイナスの数が3回登場するわけだから答えの符号はマイナスそして2を3回かけて最終的な答えはマイナス8ということになるね。政府の数の掛け算はマイナスの数が何個出ているかに注目しよう